邪魔でしょ。覚悟しろ、闇の時代が新たに始まる。まだまだ続くよ、三人の騎士の伝説ディズニーチャンネル。アンの親友、歩いて喋るカエルです。4月3日の日曜日はアンとスプリグたち、女の子とゴースト。じゃあもう親友ね。親友、そんな友情が楽しめる特別放送、春の新作ベストフレンドサンデー。友情の進化系ね。スタートは昼1時30分。まずは不思議の国アンフィビア、7話連続放送で元の世界に帰るまでを振り返ろう。マジ来て。そしてその後は人間の世界で大騒ぎ、新展開の新エピソード。いよいよ新力に取り掛かろう。ラスト夕方5時30分は新番組ゴースト&モリー、元気いっぱいの女の子とゴーストが親友に。何今の面白い。は、春の新作ベストフレンドサンデー、4月3日昼1時30分から4時間半。それじゃあお楽しみを始めよう。28日から4月8日まで、平日は毎日ディズニーチャンネルの春休み。それ楽しそうだな。朝から夕方まで話題の大人気シリーズや映画を楽しもう。ゴーストフォース。わかった、任せろ。ミッキーマウスファンハウス。さあ行こう。王国の名探偵ミラー。すごくいいわね。ミラキラス、レディーバグ&シャノワール。戦いは終わってない、うん、そして映画作品など、他にも人気番組がこの春勢ぞろい。待ってるよ。詳しい情報は公式サイトをチェックしてね。ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。高校2年の夏休み、小磯健二君、私の彼。え、出会ったのはフィアンセだと。個性豊かな大家族と、うわ、世界崩壊の危機、合戦だよ。果たして人類の未来は。よろしくお願いします。サマーウォーズ、27日日曜日夜8時。おーい、なでしことリン、2人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや、やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんだ。さあ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、4月2日土�曜日夕方6時から3時間。またまた始まるよ、3人の騎士の伝説ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ミラキラス、レディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。心の準備ができた。ついに告白。伝えたかったことがあるの。え、アドリアンじゃなくてシャノワールに。聞いて。カップルになるのはレディーバグとシャノワールだ、お前たちじゃない。敵に注意されるし、そんな。アドリアンは泣いてるし。僕は変わらなきゃ。今度の新エピソードはどうなっちゃってるの。見逃せない。準備はいい。4月1日金曜日夕方5時30分、ディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイムで。アンの親友、歩いて喋るカエルです。4月3日の日曜日はアンとスプリグたち、女の子とゴースト。じゃあもう親友ね。親友、そんな友情が楽しめる特別放送、春の新作ベストフレンドサンデー。友情の進化系ね。スタートは昼1時30分。まずは不思議の国アンフィビア、7話連続放送で元の世界に帰るまでを振り返ろう。マジ来て。そしてその後は人間の世界で大騒ぎ、新展開の新エピソード。いよいよ新力に取り掛かろう。ラスト夕方5時30分は新番組ゴースト&モリー、元気いっぱいの女の子とゴーストが親友に。何今の面白い。は、春の新作ベストフレンドサンデー、4月3日昼1時30分から4時間半。ディズニーチャンネルムービー。
高校2年の夏休み、小磯健二君、私の彼、出会ったのはフィアンセだと。個性豊かな大家族と、世界崩壊の危機、合戦だよ。果たして人類の未来は。よろしくお願いします。サマーウォーズ、27日日曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。え、悪い、無理だ。千秋、バカ。彼女には誰にも言えない秘密が。タイムリップ。時間を飛び越え、過去に戻る力を持った少女の不思議な青春。未来で待って。時をかける少女、28日月曜日夜9時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。電話に出られません。メッセージをどうぞ。すみません、お母様の期待に沿えず負けました。ダルジャンクールのチームには入れません。